大和くんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。いよいよね、引っ越し準備本格的に始まりました。今日はね、ちょっとお天気もいいので物置からお掃除始めます。ずっと気になっていた場所なんです。こんなに入ってたの？なんて皆さんびっくりするかも。最後まで見てね。これ追肥したりするとき使うね、芝に穴を開けるね、芝切りになります。いろんなタイプの高圧洗浄機が出てきます。これは、パパの趣味って言ったら怒られるかな。脚立はキャンピングカーの洗車用にいろんなタイプ買ったんですけどね、結局満足のいくものは見つからず、たまる一方。こんなね、小さな物置が強風で飛ばされなかったのはこれだけの荷物が入ってたからかな。この後ね、強風出た時おっかなびっくりでしたけど、土台がしっかりしてたみたいです。大丈夫。品が結構思った以上に入ってました。この際ですからね、使ってなかったもの思い切って処分したしたいと思います。まだ入ってるの？ってそろそろ皆さん心配になってきたんじゃないかな。中見てみたら石油ストーブでした。全然使ってないやつ。朝という時のために取っておいたものになります。いざという時に、頭すっかり忘れてました。生後5、6ヶ月の頃を使ってたケージが出てきました。本当にね、短い期間しか使わなかったんですがね、すっかり錆びてました。はい、最後にこちらの収納棚で終了。すごいね。これみんなそこに入ってたの？すごくない？開いたんだ、もっと。うん、本当はこっちまで行くのよ。そっか。はい、空っぽ。すごいね、脚立も3台。
家の中にも1台あるからね、うん、4台あったんだ、うん、1台なんてこれ買ったまままだ使ってない、これから使うはずだったのに、ね、あとキャンプ用品だね、多いのはね。どうするの、すごいね。一体この中で必要なのは何っていう感じ、うん、とりあえず振り分ける、うん、まず分別完了。これは誰かにもらってもらう感じね。これは全部捨てます、全部捨てます。粗大ごみに持っていきます。そして最終的に物置に残したのはこれだけ。これはキャンプ用品ね、常時出し入れするやつだね。すぐ車につけてもいいぐらい。形ね、一回も使ってないのだけはちょっと残しておきました。これだったら最後にね、置いてっても次の方の役に立つかと思います。はい、これも処分品です。はい、これも処分品の山です。これね、段ボール一つだけマスク残して、あと全部処分します。これは子供たち持ってって使ってくれるといいんだけど。ソファーベッドとベッドカバー、マットレス、これ古いやつ、これも捨てます。で、私が使ってたパソコンデスク代わりに使ってたコンテナも、あといろんな事務機器、事務機器、あの運動する方のジムね、自転車とかライナーとか捨てます。折りたたみベッドにパソコンデスク、照明、クリーニング屋さんの袋に入ってるのはみんなバスタオルとかタオル類です。奥にはキリダンスもあります。このヤマトのね、スリーウェイカートもいらないかな。とキャンプ用品とか椅子、テーブル、使い始めてまだ 3,4 年ですかね。この冷凍庫を手放すことにしました。3日ぐらいね、スイッチの方を切っておいて、中もね、綺麗に、お天気良かったので干して乾かして戻しております。こちら手放します。惜しいけどね。そしてこちらが今現在使っております、我が家の冷蔵庫です。必然的にね、冷凍庫、うち野菜室が上なので冷凍庫一番下なんです。こちらに無理やりあの手放す冷凍庫の方のね、お肉とかを移動させましたので、パンパンでございます。こちらね、パンパン、仕方ないね。それとね、この辺のものもみんな手放していきたいと思います。この辺のものもね、全部手放していきます。この食器棚はね、使いやすくてお気に入りだったんですけれども、こちらも手放すことになりました。
分ね、マンションの方はね、この4段分も収納のスペースがあるかどうかっていう感じなので、ちょっとこの辺のものもね、整理していかなきゃいけないのかななんて思っております。このね、炊飯器もね、もう手放していこうかななんて思ってます。ここはお米、最近はほとんど、ここもね、もう随分手放せるものは手放していったので、ここはあと残ってるのがこのね、ろ過簿用の、糖質カット用の炊飯器になります。今はね、ほとんどこれ使ってるんですけどね、これをこれからマンションの方では使っていきたいと思っています。こちら綺麗になりましたね。こちらのね、食器棚も全部処分し終わりました。そして冷蔵庫もね、ここまた新しい冷蔵庫が入りますけれども、今のところは何もありません。こちらのね、階段下に現在古い冷蔵庫が追いやられております。こちらもね、もうすぐなくなります。新しい冷蔵庫が来たらね、すぐなくなります。じゃあね、冷蔵庫明日引き取りに来るので、まず冷蔵庫の電源抜かなきゃ、いいよ、これよいしょ電源抜きます。そして冷凍庫のものをまず優先して入れないとね。このうちのね、なんだ、保冷庫に、ここにこれすごいんだよね、50時間ぐらい、うん、2日ぐらいね、あれなの、こう、あの氷を入れておいてもね、溶けないの。冷凍庫入らない入らないと思ってたけど、結構入ってました。こんなに入ってたんだね。こちらの保冷ボックス本当に便利なんです。前にね、動画の方でも紹介しておりますので、興味のある方はぜひご覧になってください。お気に入りの野菜室です。そう、すごくね、この位置使いやすかったんですけどね、これと別れるのはちょっと残念。綺麗に使ってるつもりだったんですが、結構汚れてましたね。電源切ってあるから真っ暗で、え、これじゃ、これをじゃあこの辺の、ここから出改めて調味料の多さにはびっくり。でもね、賞味期限切れのものもいくつかあって、これもね、2年前ぐらいに切れてました。いざという時のためにね、取っておいたドリンクになりましたけどね、結構捨てましたね。本当にいざという時は来なかった。よいしょと、こんな感じかな。
ちらの冷凍室のボックスがね、一番汚れてましたね。丸洗いして戻します。新品同様に冷蔵庫が生き返りました。手にいただけちゃ分かんないよね、はい、まあ、電源抜いてあるのでね、中暗いですけど、こんな感じ、ね、綺麗になりました。このね、このたまま使えるね、たっぷりの野菜室が気に入って買った冷蔵庫でした。ここもね、綺麗になりましたよ。ここが氷ね、自動でできる氷室で、ここがね、ちょうどアイスクリームとかね、やるのにはいいぐらいの温度設定の冷凍庫、ここが本当の純粋な冷凍庫になります。結構使い勝手良かったです。はい、これが、はい、冷蔵庫が届きました。すごいでしょ、冷蔵冷凍庫、上がね冷蔵庫で下が冷凍庫、これはね置けるよ、うん、ここは普通の冷蔵庫、こんなのあるのね、知らなかった。すごいがっちりと傷にならないように、冷蔵庫のね、コンセントが高いからね、あの営業の方運んでくれた方ちゃんと入れてるわ、そう、入れてってくれた。でこれがあれだ、お水、うんうんうん、製氷機が下にあるんだと思うんだけど、これのお水がね、これ取っていくか、よいしょ、角角にもね、あるので、これ取っていきます。ここは野菜室、うん、うん、よいしょ、やっぱり中道は下だからね、そう、ここはね、野菜室になるの。この野菜室もね、結構広い感じよ。野菜とかもね、今度あのスーパー近くなるからね、あの、うん、そんなにさ、買い置きもねちょこちょこ今度買えるのかななんて思って、だからあのやっぱあのいっぺんに食べられないものを細かく冷凍するっていう、その方がいいのかなって思うね、感じで活用します。結構深いよこれ、思った以上に、見た目より。こんなところにも細かいボリュームが、ならね、引っ越してから新しいの買って搬入すればいいのにと思う方いらっしゃると思うんですけどね、やっぱね、マンションの搬入っていろいろな規定があってだからうちの一般のね、他のもの、あの荷物と一緒に冷蔵庫を運んでほしいので、とりあえずこっち入れて、あと古い冷蔵庫もね、早めに処分しておかないとなかなかもらい手がなくなっちゃうので、ものもあって今回早めに冷蔵庫の方をこちらに搬入するようにしました。それにね、冷凍庫も今日持ってっちゃうから、冷凍庫ね、早く使いたかったです。今日はね、こっちの、あの食器棚の方もみんな一人してもらいます。こちらね、卵入れは横のやつが付属品で付いております。よいしょ。こちらの冷凍室の便利な機能、この右側のね、温度はね、自由に変更することができるんです。
この左側はね、あの氷なんか入ってるところ、ここはもう全部3段とも同じ温度になっちゃうんですが、右側は野菜室に変更するぐらい温度を上げることも可能なんです。すごい便利でしょう。こんな冷蔵庫あるなんて知りませんでした。はい、じゃあこちらのね、ゆうべ入れといたやつを冷蔵庫の方に戻しておこうかなと思います。冷凍のやつはもうちょっと入れたままにしておいた方がいいかもしれないね。まだ中冷えないからね、こっちの方が冷えてると思うから。で、卵はね、これは今までずっともう歴代使ってる卵入れ10個入れ、これを使います。これがね一番使いやすいの。いつも私はこれはこの左上に入れてるので、ここに入れて使います。あと調味料とかね、それほど極端な温度差がないやつを入れていきます。はい、とりあえず古い冷蔵庫から、先の冷蔵庫から出しといたものを全部収納はいたしました。こんな感じ。今までの冷蔵庫よりね、ここの調味料とか入れといたのっていうの、深さっていうか奥行きがちょっと狭かったのね。だから今まで1箇所に入れといたのがちょっと2箇所に分散するような形にはなってますね。ここ野菜室ね、ちょっと葉物とかね、傷みやすいものはこの容器に入れようかと思ってます。とヨーグルト関係、佃煮関係はね、常時あるので、あとここはチョコレートとかわかめみたいな、こんなのちょっと入れようかなと思ってやってみました。で、冷蔵ね、冷凍の方はこんな感じ。ここ氷がね、落ちてくるところ、ここは魚です。で、ここはお肉のコーナーにしました。こんな感じでね、ちょうどいい感じで肉が入りました。で、こっちは多分ね、ここアイスクリーム入れるとこになると思う今ちょっとお餅が少し入ってる。あとここはその他チーズとかね、野菜の冷凍が入ってます。これ玉ねぎとかね、こんなのが入ってます。ここはね、アイスノンとか、こう、フローザーのやつ、パッと見分かるように、これ、ゴロゴロ見えたって別にいいから、こんな感じで入れてみました。全体的な感じ見る？よいしょ、こんな感じ。ここはね、冷蔵庫はこんな感じ。はーい。収まった。からマンションへの引っ越しにはまだまだ捨て活が必要のようです。引っ越しまでの様子、これからも少しずつ配信していきたいと思っています。ぜひね、そういった引っ越し考えてる方、参考にしていただけたら嬉しいです。また次の配信をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。